東亜競技大会とは、日中戦争以降の日本が中心となって開催した競技大会である。ナオの大会の前に行われた交換競技大会についても述べる。そもそもの発端は、日本がその傀儡国家である満州国を国際的に認知させる活動の一環として、極東選手権競技大会に参加させようとしたことである。 それを阻止しようとした中華民国とで対立した。そこで極東選手権を解消し新たな大会開催が模索され、これに紀元2600年記念行事と1940年東京五輪開催地返上が絡み、党は競技大会開催に至った。戦前、戦中の日本がスポーツを政治利用した具体例の一つ。なお行われた競技のほとんどで日本が優勝している。 極東選手権競技大会ロゴ東アジアにはもともとフィリピンの体育連盟会長であったエル・ウッド・ブラウンが中心となって設立した極東体育協会が主催する極東選手権競技大会が開催されていた参加国はフィリピン、日本、中華民国、太陽国の他にも東南アジアの植民地、オランダ領東、インドフランス領インドシナもこれに加わった。うち 1> 第1回大会から全大会出場していたのはフィリピン、日本、中国だけであり、事実上参加国で極東協会を運営していたが、新規参加国を入れるには加盟国すべての了承が必要と極東協会憲章で定められていた。その状況の中、満州を極東協会に加盟させようとした日本と、それを否定する中国とで対立することになり、 結果1934年日本とフィリピンとに過酷感だけの決定により極東協会及び選手権大会は消滅した。そこで日本とフィリピンは代わりに東洋大陸協会を設立し東洋選手権競技大会開催を拡作し1938年第1回大会を東京で開催することを決めた。ただ、この日本の一連の行動にはフィリピンや 東の満州でさえ引いてしまう。満州については、日本側の関係改善に向けた動きと、大満州国体育連盟への組織改編により、正式に東洋協会に加盟する。当時アメリカの植民地だったフィリピンは、東洋の平和を目指して、東洋協会を作ったことから憤りを感じ、また百四十四年アメリカからの完全独立が確約されていたところへ、その時期が、 さらに早まる、要アメリカ政府と交渉の最中、国際的観点から見て、問題のある、東洋大会に絡むことは、今後の交渉で不利になると考えた。一方で日本は、1940年、東京五輪招致を目指しており、東洋協会の存在は、五輪招致に不利に働くとして、協会設立当初は、積極的な活動後押しを行えなかった。なお、中国には、 協会参加勧誘の動きはあったものの具体的にオファーは出していなかった。1936年7月東京五輪が正式に決まった後も日本国内での東洋大会に対する各スポーツ団体の温度差や中国の東洋、協会加盟拒否、フィリピンの第一回大会不参加表明など開催に向け進展しなかった。これに関連して満州は東京五輪参加を要請したが、 日本側から政治的な問題に発展するとして却下されている。そこへ、1937年7月日中戦争が勃発し、これらすべてが無となった。1938年7月日本は1940年、東京五輪開催権を返上する。そこで、大日本体育協会では、新たな方向性を模索。この中で日、日万化つまり、日本、満州、 中華民国臨時政府で競技大会を開く計画が立てられた。当時、満州及び中華はスポーツを占領政策の道具として有効活用できると肯定的に捉えており乗り気になったが中華が全競技に参加できる編成を組めないため競技大会ではなく親睦を意味する交換競技会あるいは招待競技会として開催されることになった。 満州の首都、新京での開催が決定、文京地区として開発していた、新京南霊地区国立総合運動場に各種スポーツ専用競技場が急ピッチで作られた。本来の開会式日は、雨天となったため翌日の1939年9月1日から、新京で日満華交換競技大会が開催される。大会を通じて、 雨による最悪なコンディションの中で行われた。実施競技は、陸上、バスケットボール、バレーボール、サッカーの4競技。日本で盛んだった水泳、野球、武道、体操などは実施されず、特に野球は、満州側が対戦を希望したが、東京6大学野球連盟が参加を拒否したため、実現しなかった。そのうち、バレーに関しては中華が参加せずに自慢の2。 チーム間での対戦、残り3競技は、日万家の3チーム総あたりとなった。開催経緯からもわかる通り、日本に対して、満州、中華がどれだけ前線できるかがこの大会の焦点ではあった。中でもハイライトはサッカーであった。もともと、下北地方は、サッカーの盛んな土地で、先の極東大会では中国が9連覇し、それを引き継ぐ中華も、 十分強く、満州は国技がサッカーであり、日本は先のベルリン五輪で競合チームを破るなど強化してきた学戦が予想された。結果日本が2戦2勝したが2戦と申し合いは、あれ、日課戦では乱闘騒ぎも起こっている。バスケもバレエも日本が全勝した。陸上は中華が予想外に頑張ったものの最終成績は日本が1位、満州が2位となった。 五族共和を建国理念とした満州であったがこの大会では満州族、朝鮮民族、白人がチームとして融和しておらず満州族の客が応援していたのは満州ではなく中国人のみでチーム構成された中華だったことなどこの大会を政治的に利用したにもかかわらず現実を浮かび上がらせる結果となったまたこの大会の前後に満州 中華に加え、朝鮮が招致した大会も開かれており、選手側から見ればこの大会は一連の競技大会の一部に過ぎなかった。なお、第2回大会を日本で開催しようとしたが、資金不足に加え政府の協力がなかったため、開催できなかった。1939年11月東洋体育協会を解消し、新たに日本、満州、フィリピン、中華民国、 太陽国、ビルまで大東亜体育協会を設立する。そして東京五輪の代わりの大会として、さらに紀元2600年記念行事として1940年6月に日本で東亜競技大会開催が決定した。日本は東亜スポーツ体制の新たな位置づけと銘打っている。資料によってはこの大会は日万加工換競技大会の発展型。 つまり第1回東亜競技大会は事実上、第2回交換競技大会であると結論づけているものもある。日本で国際的な競技大会が開かれるのは、第9回極東選手権競技大会以来、10年ぶりのことであった。ただ、都合を2回開かれた、この大会に参加した全ての国のうち、満州、中国、モンゴルは日本と結びつきが強く、 フィリピン・ハワイは事実上、アメリカ人治療だったがハワイにおける日本人移民が参加したという側面がある。日本国内メディアも扱いは様々で、例えば日本映画者撮影の国作映画、日本ニュースに取り上げられる一方で、朝日新聞社発行、運動年間では全大会の記録は明治、神宮競技大会の後に記載されている。参加国は日本、満州、フィリピン、 中国、ハワイ、モンゴルの6つ。当初はタイも参加する予定となっていた。参加選手数は合計で700人強日本に住む外国人も在留外人枠としていくつかの競技に参加している。1940年6月5日から9日までの5日間で、明治神宮外苑をメイン会場として東京大会が 同年6月13日から16日までの4日間、柏原神宮外苑と甲子園を主な会場として関西大会が開かれた。なお、東京五輪用に整備されていた競技場も利用された。成績は東京大会と関西大会のトータルで争われた。開会式、閉会式は紀元2600年記念行事総裁であった。 秩父宮陽人氏新郎出席のもと行われている。記録映画が東方により制作され、東亜体育祭のタイトルで公開された。広告では、これは日本で作られた民族の祭典だというキャッチフレーズが使われた。東京大会関西大会1936年新京の地図、下方に南霊地区があり、国立総合運動場として、 開発途中なのがわかる。中央やや上の西公園が、後の小玉公園で、東亜競技大会、等記大会会場である。満州建国10周年記念として、満州の首都、新京の国立総合運動場で開催された。参加国は、日本、満州、中国、モンゴルの4つ。1942年8月8日から11日までの4日間で、 参加選手数は680人ほど。なお日本サッカー協会が公開する資料で、同年8月16日日本、代表対朝鮮代表が試合をしているものがある。ことから、朝鮮代表も党は競技大会に参加していると一部で、思われているが間違いである。この大会の特徴は、参加国は日本と満州のみだったため参考扱いではあるが、当期大会として、 冬のスポーツも行われた点である。氷上競技が1943年2月7日8日で参加戦手数70人余り。スキー競技が同年2月20日21日。ちなみにスキー競技は関東軍闘機訓練大会と兼ねたものになった。この大会は過去の大会と比べ満州勢の活躍が目立つようになった。開会式は 安則邸出席のもとで行われた。なおこの大会は太平洋戦争勃発後に開かれた大会である。夏き冬季夏き冬季映画書籍。ありがとうございます。